じゃあ行きますね。で今日やるのはですね、正弦定理、余弦定理のずるい覚え方なんですけど、はい、じゃあ直角三角形を置きます。ああどうしましょうかね、ここ A にしましょう。まあ90度でございます。で大体そうするとここがスモール A になります。まあそういうふうにしましょう。でまあ、まあんまりたくさん書きたくないんですが、これを B とすればここが B で、まあここが C とすればまあ C でございます。ああちょっとすみません、辺と角をうまくちょっと上げたいんで、細かいんですけどね、はい、こうしてこうしましょうか。大体こうなってます。でこれはこういう決まり法則が成り立ちますね。はい、これ何の定理ですか。そうです、三平方の定理ですね。でこれは A が90度の時に成り立つんですね。じゃあ聞きましょう。じゃあ A が90度より大きくなりました。はい、これは成り立ちますか。でこれ成り立つ、この三角形成り立たないですね。成り立ちません。 A 次乗 B 次乗足す C 次乗って多分、まあ、これ A 次乗が長いかな、もし B と C が一緒だったら。で実はね、これはこうするとこの公式はまた生きるそうです。要するに90度でしかこれできなかったのを90度以外でも通用するように調整しようってあるんです。じゃあなんでこのマイナス2が来たりこうなったかとか、それはまあちょっとずるいんで説明しません。でこうなります。でこれがね、なんとなく当たってる理由を調べてみると、じゃあ A がこれ90度より大きいですね。そしたらコサイン A はマイナスですかプラスですか。うん、まあ分かってくれてるんで言いますが、一応分かりにくいでこう A を書くんですよな。90度で大きい、そしたら90度で大きい時の横がコサインなんで、これマイナスですよ。でマイナスかける辺の長さプラスなんで、マイナスかけプラスはマイナス、それにマイナスかけるプラスですね。ということは A 次は増えるんですよ、この公式だと。まあ、だから確か増えてるんですよ、だからうまくいってるんですね。で次に、じゃあ今度はあの90度で小さくなりましたと、 A と A と、まあ、B と C、まあ、B と C の長さを一緒にします。そしたらこの法則が成り立ちません。だけどこれが成り立つかどうか、A が90度より小さいとコサインは正ですね。で正かける正は、まあ、辺の長さ正なんで正に負がついてるか負です。負ということは A 次は減るんです。減ってます、合ってますね。じゃ次に、じゃ90度の時、 A が90度の時は、必ずこっちに下ろすんですけど、コサインは正ですか負ですか。ゼロですね、ゼロなんです。コサインゼロの横だから。ということはゼロかける何かけてもゼロですよね。ってことはここだけです、これなんです。だから、90度の時に負けています。ということで三平方の定理をこういうふうに拡張したのが、まあこれは余弦定理で、コサインの定理なんで、日本語で余弦、あ間違えました、ちょっとこれ決まりません、恥ずかしいね。漢字を間違えなきゃ、予言定理ですね。予言定理と言います。よろしいでしょうか。で、もう一足飛びいきますけど、あ、書きますか。それとも次行っていい。もう、でですね、まあ、例えば、予言定理なんで、コサイン B を求めたいときたときどうするかと。あ、じゃあ B の三平方の定理だと。まあ、こういうふうに思いつきます。いいですね。でその次に、あでも微調整90度以外の時があるなって言って微調整をします。でまあ実はこれあの2辺と挟む角なんだよね、でしょ。この問題だったら B と C と A でしょ、 B と C と A となってます。2辺と挟む角でしょ。でこれも同じでコサイン B ってなったら、あコサイン例えばこれ B としたら、これ B で
まあこれ AC どっちでもいいんですけど、そしたら B の三平方を定義して二辺と破産角します。二辺と破産角、そうですね、 C と A 破産ですね、なってますね。でこうします。でその次に移行します。で、割り算をかけます。割り算していきます。ただ分母にマイナスがあるとかっこ悪いんで、分母にマイナスがあるとかっこいいから悪いから、あ、ちょっとこっち書きますよ、ちょっとすみません。そうすると 2AC のマイナスを分母にかけるから分子にかけて A 次乗プラス C 次乗マイナス B 次乗と。でこれがなんかいつもその公式としてよく使われる形です。いいですか。これが公式として使われる形なんですけど、まあそのもう、まあ、こういうふうな流れで覚えれば大丈夫ですね。基本は三平方の定理行けと。で、あ、じゃあコサイン B 求めようって言ったら、あ、三平方だと。あ、二辺と三角引いてやればいい。で、あと移行して、こういう公式。こういうふうにすればいいです。よろしいですか。じゃあこれをメモってください。無限定理があるということは、今度は正弦定理があるわけ。これコサインの定理だったらサインの定理もあるだろうということで、こういうふうに書きましょう。こういうのがあるわけです。でそれはどういうことかというと、半、まあこう円があります。いいですか。で円があって、まあ、三角形がこうあったとして、まあ、A にしましょう。そうするとこれも A ですね。これ何の定理ですか。何でしょう。そう、A 集角の定理ですね。まあ別にこれはどうでもいいんですからね。まあ知ってる知らないっていうか、言葉の問題で名字を知ってますかって話ですな。山田さんとか鈴木さんみたいなもんですね。でこれ中心を通ったら、はい、ここの角は何度ですか。そうですね、90度ですね。90度になります。で、まあちょっと色を変えて、半径が R とすると直径は 2R になります。これいいですね。でこれ A だからスモール A と書いたときに、sin A ってどうなのかと。まあ、今、まあ、まあ正弦定理なんで sin A を書いましょう。sin A は 2R 分の A になりません。で分かりにくいときはちょっとこれ書くんですけど、まあ、まず sin A だから A だけ抜き出して、で今これが 2R と、で縦がこれが A と。で半径1の円に入れないとダメなので、これ 2R で割ってやります。でそうすると縦が sin だから、まあ、sin A は 2R 分になります。こうなります。でこうなってるんですが、これ実は三角形、これ A の話をしたけど、別に B でも C でも同じでしょ。円周角の定理動かせば。ってことは、まあ全部、まあ、こうなるわけでございます。あ、まあそりゃそうですよね。ただ文字を A を BC に変え、BC に変えただけですよ。D はないんですけどね。こう。したらこうなります。全部の三角形、これ成り立つはず。成り立ちます。円の中にあればね。で、これをまとめて見やすい形にしようと。するたら、まあ、どうするかというと、まあ、ちょっといきましょう。sin A が 2R 分の A、まあ、同じものばっかり書いて申し訳ないですけど、で次は 2R sin A は A、これ結構ですね。 2R かけただけですね。で次に、2R イコール sin A 分の A、これ分かりますよね。ですよね。でこうなるわけです。 B も C も同じことできますよね、変形が。ということで、これがこう続きます。同様にってやつを使うんですけどね。だから公式は、これが、まあ、ちょっとスペースの関係で書いてないけど、これ繋がったやつですね。これが正弦定理。これになります。いいですか。で、余弦定理は、まあ、大体こういう感じで書かれています。ああ、だからコサイン C の時も、D の時も、これ入れ替わるだけの話ですね。こういうになります。いいですか。疑問ってありますか。あ、じゃあちょっとメモってください。面積の公式、正弦定理、余弦定理とかそういう話になってないんですけど、例えばこれが A だとします。
で、ここがスモール A として、まあ、B と C としましょう。変な話。じゃあ、これ面積出しなさいって言われても、高さがないと困りますね。ところがですね、だいたい A がね、60とか45度でしょ、問題って。だから、そういうことを考えると、実はこの面積出す方法がありまして、まあ、例えばこれ分からない。分からないから、ちょっと見といてみましょうか。分からないんで、H と書いておきましょう。これが分かれば、面積出せるんですけど、まあ、どうで出せるかというと、S イコール、2分の1、底辺かけ高さ。まあ、こうなる面積出ますね。これになるよね。面積できますよね。底辺かけ高さですね。で、ところで、sin A は B 分の1になりますね。まあ、分かっているので一応説明書かせてもらいますと、これ中に入れて、A で、B で、まあ、これ分からない H でございますが、半径1の円でございますので、全部 B で割ればいいですね。そしたら B 分の1が sin A です。で、これを変更すると、H イコール B sin A になります。まあ、そうですか。B になります。で、この H のところを代入します。そうすると、2分の 1CH 面積ですね。そしたら、2分の 1CB sin A になります。これが面積です。すごいですね。2辺と挟むことがあれば面積が出せます。これ便利でしょ。多分期末考察が使えたんじゃない、本当はね。いいですか。だから2辺と挟む角があれば面積が出るってやつです。で、これでいいですか。わかりました。じゃあこれで一応メモりながらちょっと聞いてほしいんですけど、まあ実はね、ここで終わるだけじゃ聞ける特別600本記念でございますので、もう一個これを教えておきましょう。これ絶対成り立ちますよ、これってね。で、まあじゃあ sin 事情 A とは何か。1マイナス cos 事情 A でございます。ですよね。で、sin A はルート1マイナス cos 事情 A でございます。で、A が、これは正なので、プラスマイナスになりません。なんでかというと、三角形っていうのは180度までです。で、ってことは sin A が取るのはこの間です。で、その時の縦ですから、まあ、0はないけど90度まで。だからこの間になります。だから正です。負になることはありません。よってこうなるんで、sin A はこうなります。そうすると、この公式は、2分の 1CB、ルート1マイナスコサイン事情 A と、こういうふうに書き換えることもできます。よろしいですか。で、はい、皆さん聞いてください。ここから。で、もうちょっと奮発しましょう。一応ここでいいんですよ。基本はここでいいんですよ。で、今ここまで来ました。で、もう一個奮発するのは、コサイン A って、そういえば予言定理でしたね。でしたよね。で、コサイン A の予言定理を思い出すときは、あ、そうか、こうしたよね。でしたよね。だよね。A だから、A の三平方。で、ああ、これ、ちょっと微調整だったよな。こうきます。コサイン A 出てきました。で、A 事情引く、B 事情引く、C 事情。ちょっとそれ飛びすぎですけど、一応ここまで来ますね。飛びすぎですけどね。まあまあ、こうやりました。なんか分かってきたでしょ、今僕のやろうとしてる本棚で、2BC で、B 事情 C 事情引く A 事情になります。あーさあ、見えてきたでしょ。ここに入れたいんですよね、作戦としては。大変だけど入れていこうという本棚です。で、そうなると泣きたくなるんですが、さあ泣きたくなるぞ。正難君の出番ですか。こういうことが起きてくるわけですな。はい、この計算結果を
出してください。じゃあここまで書いてください。でそっちの西南山ね、一応これ締めないといけないんで、この先の話なんですけど、これきついです。この形でいくときついです。で実はこういう結末が待ってるみたいです。ちょっと今ね、お消しますね。まあいいんですけど、C マイナスコサイン A と、まあまあ1マイナスコサイン A と1プラスコサイン A ってこういうふうにいかないときつい。でここでこれを使うっていう感じですね。だから確かにこれで力でいってもいけないことはだからいけないんですけど、ともかくこっちの形の代入れなくてこっちの形でいく。あ、まあ、もちろんこれでもいいですよ。この後いく事情でこういう形持っててもいいけど、でもここで計算をしちゃうときつい、きつかったですね。だからこっちの形で持っていっていくと実はヘロンの公式でやつに行きます。まあだけどまあこのぐらいかな、知っておくぐらいという気がします。よろしいでしょうか。